読です。今日はねキャップ道具の紹介しますよ。これね、これただの入れ物。今日は何を紹介するかと言いますと、アルコールストーブですよ。僕はねこの入れ物にこういった感じで持ち歩いてるんですね。そうするとすごくコンパクトなわけですよ。こうやってアルコールストーブがこの中に入ってました。でこれはねトランギアのアルコールストーブですね。あのなんか違うなと思われた方もいらっしゃると思うんですけども、この上はあの中華製の安いアルストのやつのこれだけ使ってますよ。これが便利なんだね、火力調整に。トランギアのここがないから、こう手でやるときあっちちちっていうことがあるわけですよ。だからあの下の方はこのトランギアのね、ちゃんとここのゴムパッキンもしっかりしてますんで、トランギアのものを使って、で火力調整用、あと消火用にはこうやってねできるような中華製の安いのを使ってると、こう2段構えでやってますよ。そして、ごとくはこれですね。あの、まあ、これがね、中華製の安いの買った時についてきたんだな、このごとくが。これはねこれで、いや軽くてねすごく使い勝手がいいの、よくできてるよ。そしてごとくのこれなんだっけな、どっかの町中華のタケノコの缶だね、やつもらってきてちょうどいいなと思ってね、こうやって加工したんですよ。でこのごとくにこうやってはめると、まあ、ちょっとねきついだけどね、普段はこうやって外すことがねないんでね、こうつけっぱですよ普段。今こうやって外してるからこんな感じで、そうするといい塩梅で風防代わりにもなるんですよ。アルストってね風に弱いからすごくね。でこうこんな感じでね、ちょうど風の侵入を最小限に防ぐと、なおかつこう空気の出入り口もあるからね、ちゃんと火がつきますからね、こういう感じで使ってます。でここの上にね鍋とか置く分にはねまあいいんですよ。これまあこれ鍋だとしてこれちゃんと乗るからいいんですけど、これだな、これ例えばね登山なんかやる人に荷物あんまり持って行きたくないじゃないですか。そしたらこのまま火つけたいですよね。そうするとねこうだもん全くダメなわけですよ。ごとく役に立たないから、その時用にねこういうのも作ったんですよ。これちょうどねシンデレラフィットこれねこういう感じで運用してますよ。でこれ何かっていうと、ダイソーで売ってたオイル廃油のポットだね。廃油のポットのこの上の部分だけ使って、あとはねこういうステンのね廃材見つけたんだ。廃材をうまくこう丸く切り取ってねはめたと。でこういう感じでアルストこの中に、ね、これがね下の受けですよ、ね、まあ下に熱が伝わることはないんでしょうけど、一応その対策としてねこういう感じですよ。でこの中に入れてフィットさせるという感じです。せっかくなんでね、今日これでなんかお湯でも沸かしてコーヒーでも飲みますか、それでね去年全く遊べなかったんですよ、アルストで。なんでかっていうと、この燃料用アルコールね、もうどこに行っても売り切れさ、ないの。さっきね、ドラッグストア行ったらね、売ってだった、よかった。だから今年ね、いろいろ遊べますよ。期待しててくださいね。じゃあね、今日最低限の部分だけ入れて、まずね、コーヒーでも飲みますかね、コーヒーね。それでね、これマッチで、そう100均でマッチ売ってるじゃないですか。あれやめた方がいいよ。冬にね、まあ、冬にえらい目に遭う時あるんですから。やっぱりね、日本製のやつが今飲食店でこういうのやってるかわかんないですけどね、僕の友達が昔やってた
お店がね、晴れたり曇ったりっていうのを大量に持ってんですよ。でこれもらってきたの。これだとね、やっぱりね、火つきいいし、100均のやつだとね、ちょっと風吹くとシュッと、すぐ消えるんだ。で、これで、今日はね、今お湯を沸かしましょう。あ、やば、やばい、やばい。この、傾いちゃったよ。ちょっと一回火消す。よし、今度は大丈夫でしょう。ではね、水、これでそのままお湯を沸かしていきましょう。だから登山やる人とかね、いいでしょこれ、すごく軽量コンパクトで真似された方がいいですよ。ちょっとこの五徳のためにね、安いアルストを買う必要がありますけどね。あ、そうそう、あの中華製のアルストどうしたかっていうとね、もうね、買って5回ぐらい使ったらね、液漏れもうダメだって。やっぱりね、トランギアのやつにした方がいいよ。俺トランギアのやつね、もともと持ってたんだけど、キャンプ行った時忘れてきたんだなそれでこれ2個目なんだよ。結構忘れるよね、こういうのってね。いやー、アルストってね、軽くいいんだ。すぐ沸いちゃうからさ。で、これ問題はね、これ火消す時だな。あちゃたたたたたた、困ったね、これね。火消す時のね、とりあえずこれで弱まるかな。ダメだよね。もさ、外で焼くからさ、気にしないだろ。手袋でやってっからいたけどさ、家の中でこれやったらやることないんだこれ真似しないでね、みんな。これアルコール任したら大変なことだからね、本当に。おいちゃん、おいよ、コーヒーちょうだい。おいよ、はい、おまっとさん、コーヒーね。ありがとうよ。じゃあコーヒー飲みますかね。おいちゃん、あいよ、白身魚のドッグくれないかい。はいよ。はい、おまっとさん、おいちゃん、あいよ、オムレツ作ってくんない。おう、任しとけ。オムレツね、作っていきましょう。おいちゃんね、ちょっとね、体調悪いから帰っちゃった。僕が作りましょう。このアルストでね、オムレツ僕作るの初めてよ試しにパンだからさ、オムレツがいいかなと思ってたわけよ。塩少々ね。フライパンはね、よくこう熱を加えてくださいね。いいかな。やっぱガスじゃねえとさ、ガスだともうガンガン火力強いからね、いいかもしんない。よし、やってみましょう。あー、これガガガガってやってんだけど、できねえからな。ガガガってガガガガガガ声だけ、音だけ、ガガ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 できません。まあでもいいんじゃないの。うん、
大丈夫だ、うまくいきそう。でこうね、あの寄せていくんだ、オムレツってこう真ん中の方にさ、こう寄せてって、こう寄せていくでしょ。で端っこの方にしたら、ここでね、ここに火当てんだよ、ここに、ここに、ここに火当てて、こう剥がれるようにする、うまく剥がれるようにこうやって真ん中に寄せて、ここをちょっとじくじく温める。そしたらお決まりの後、トントントンで、トン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 、はい、オムレツいっちゃがり。いただきます。これね、おいちゃんどこ行ってたの。いやちょっとね、あの出前、あーカブリ来たのかい。うん、そうだよ、もうさっきのね、食べてるよ、うん、うめえだろ、うん、おいちゃんな、最高だな、うん、おいちゃんって俺でこの道何年だい。もう50年かな。なるほどな。商売どうだい。何もかんも見てくれよ、お前あんこ鳥が泣いてるよ。出前でなんとか持ってるようだもんさ。ああそうか、やっぱりあの影響受けたんじゃない。そうだな、ひどいな。おっちゃんあれじゃないの、朝から晩までニュース見てんじゃない。あそうだ、情報取んなきゃダメだろ。いや見ねえほいぞおっちゃん。なんでだよ、見なきゃダメだろ。だって頭いかれるだ。いやそんなことねえだろ。いや俺なんかね、ほとんど見ないよ。なんでだい。だってさ、あれだよ、インフルエンザがね、例年の 0.01% しか感染してないって知ってる？なんだいそれ。嘘言っちゃいけないぜ。嘘じゃねえよおっちゃん。じゃあこれ見てみろ、これね。お、ほんとだね。 0.01% なのかい。そうなんだよ、マスコミはそんなのね、全然ニュースにしないだろ。そうだよね、なんでかね。なんでかねって言われてもマスコミに聞いてくれよ。あ、そういえばね、客であそこのテレビ局の常連がいたな。今度聞いてみるよ。そうしてちょうだいよ。